稲垣新大正15年4月9日は、日本の牧師、元上田藩士。後に、日本キリスト公会の初代牧師になり、日本キリスト教会の牧師として、明治時代から大正時代にかけて活動した、江戸柳橋の上田藩邸に生まれる。幼名は、小太郎、小野助。十六歳で、藩主、松平忠則の近所となり、命令によって、 反抗名輪道で学ぶ。そこで、漢訳旧約聖書を読む。1868年長崎に留学して、キリスト教に接して、興味を持った。やがて江度に戻ると、1872年に横浜にいた、宣教師ディビット・タムソンを、柳橋の上田判定に招いて、質問をしている。また、築地の教会に出入りした。1874年。 鈴木親町に出会い、真剣に求道するようになった。他、慶応義塾で学ぶ。JH 原によって信仰を持つが、洗礼を受けないまま故郷長野県上田に戻る。稲垣が初代牧師を務めた、創立時の日本キリスト公会と1922年の会道。上田で鈴木親町の協力で、自宅を開放して、聖書研究会、祈祷会を開いた。 そして、1875年8月に、邪教を捨て心身を廃し、酒を禁じ、誠実を守り、互いに、人愛事前の行為を励まし、社会の平風を人洗いせんという趣旨で、上田禁酒会を組織して、禁酒運動と伝道活動に励む。1876年1月、神奈川県横浜市に行き、日本キリスト公会で、 JH バラ宣教師から洗礼を受けた。8月に、エドワード・ローゼー・ミラーとブラウン塾の塾生、マキシゲトと一緒に、上田で伝道を始める。16名が洗礼を受ける。続いて、10月8日 JH バラを招いて、伝道会をすると、19名が洗礼を受ける。そこで、稲垣と坂巻純一郎を加え37名で、上田キリスト公会が創立された。 1883年5月12日の第3回全国キリスト神と大神牧会の幹部の記念写真、稲垣は前から3列目の右から2人目1877年に横浜海岸協会に招聘されて会計係に、その後長老に就任する。1878年10月に第3中会でには上村正久、井深梶之助らと共に、 牧師就任の暗衆を受けた。翌年1879年3月に横浜海岸協会に赴任する。1883年東京の審査会協会で行われた第3回全国キリスト教審と大神牧会に幹部の一人として横浜から参加する。大会中に聖書と解釈という講演を行う1888年に 新栄橋教会で明治元分け聖書の聖書、翻訳完成祝賀会が行われた時に感謝演説を行う。1893年より5年間巡回伝道に従事する。1898年巡回伝道を引退し、再び横浜海岸教会の牧師になる。1906年から四谷教会伝道教会に赴任する。 1916年から三島教会を巻き返するが、1919年に引退して東京の諸教会の応援説教をした。1926年廃園のため、牛込区若松町の自宅で死去する。遺体は玉霊園に埋葬された。ありがとうございます。